福生寺は、東京都世田谷区共同にある寺院。総当州に属し、三号王、共同山という。創建年は1624年、または1626年3月の二節があり、江戸幕府に仕えていた、医師、松原とさま森や門が会期となった。この寺については、共同という地名の由来とする説が伝わっている。福生寺は、 小田急小田原線の共同駅から徒歩で2、3分のところに位置する。正式の名称は共同山福祥寺といい、上徳院の末寺である。かつて共同地区は共同在家村といい、西は船橋村に接し、その他の大部分は旧世田谷村に接する東西に約1300メートル、南北に約1150メートルの区域であった。 その後多少変更はあったものの、江戸時代の共同在家村のほとんどが、現在の共同地区となっている。福祥寺は、共同在家村の東北に位置していた。この寺の回帰となった松原と様守八るやは、中国から帰化した人物で、江戸幕府に仕えていた医師であった。松原はこの近辺の辞書のほとんどを所有していた。松原は、学識豊かで信仰心の厚い人物であり、 世田谷村麻宮の坂の城徳院から、元世という名の僧侶を招き、屋敷内に寺を建立した。建立の時期については、1624年、または1626年3月の2節がある。海山の元世は、1631年3月18日に、没したと伝わる。医師であった松原は、屋敷内に多くの医学書などの書物を蔵していた。土地の人は、 その書物を教本とみなしていて、松原の屋敷を教堂と呼んだために、この付近の地名も同じく、教堂と呼ばれるようになったという。ただし、教堂の由来については、異説がある。村が開墾され始めた頃に、一つの道があった。その造作が、関東では見かけない、京都風の道であったので、慶道と呼んでいたと、右折や、教本を収めた石室を埋めて、その上に、 小さな銅を混流して、共同王と呼んだとも言う。火星文化期に編纂された、新編武蔵風土気候の巻の48荏原群の銃では、女子二段四世五歩本堂七馬二五軒半。本尊釈迦如来、座像一尺、鳴尾安図。門両柱の間二軒。円馬道門を入れて、左にあり。東向き、二軒に二軒半。木造一尺五寸。 なるおやず、作地レズ、稲荷社女ョ六世十八方門を入り入りて左にあり、二軒に二軒半、と記述していた。境内の稲荷社の他に、共同在家村内の伊勢宮、天神社、稲荷社、稲荷社、稲荷社はすべて副章寺の管轄であり、新編武蔵風土気候では何れもわずかなる祠であったと記述している。江戸時代中期、 第十世住職の大臣白仙が寺を再建した。この頃、流行病によって前尊が死に絶えるという事態が起こった。白仙は村の救済を志し、人々の汽車を募って百体館ゼオンを作り、関東や関西から三十三の霊場の土を持ち込んで祀った。1750年の総統州明細簿という資料によると、福将寺は段下八の平。 境内1259坪で、立ちが杉222本、松2本、雑木6本とあり、境内地の他に、畑、宅地、田、林などを所有していた。学生が施行される以前、副省寺では、青山満州という僧侶が1871年から1872年から1882年まで、寺小屋を開いていた。 学生志向後も子ども会や林間学校が開催されるなど地域と密接に関わり続けた。1927年4月1日に小田急小田原線が開通し東京市近郊の農村地帯だった共同地区は急激に変わり始めた。小田急小田原線開通前の共同駅周辺は副商事所有の土地で当時は雑草の生い茂る野原であった。駅舎の建築費用は 当時の価格で1000円ほどで、地元の住民さん4軒がその費用を寄付した。開通当初の共同駅は木造建築で、現在とは少し違う場所にあったといい、駅舎は南口しかなく北側は広い引き込み線になっていて、たくさんの貨車が止まっていた。小田急小田原線の開通後、共同地区の人口は急増した。1926年には、個数94個。 人口616人だったが、1928年には334個、1358人となっている。1975年に火災が起こり、百体観世音を、はじめ境内の建物や盆床など文化財の多くが消失した。後に、観世音像は彫刻家の枝正盛によって新たに作られ、納骨堂に祀られることになった。 1976年には本堂と栗も再建されて1978年に落景法要を取り行った。歴史の不死で既に述べた通り、復章寺にあった建物や盆章、百体観世音など多くの文化財は1975年の火災で消失している。旧本堂にあった竜の彫刻は古い時期に作られたものであったが、やはり火事で消失した。 福祥寺の盆章は1759年に西村泉守という人物が作り、段下75件の主婦が寄贈したものであった。形状は朝鮮型と言われ、音色の良い盆章であった。第二次世界大戦時の金属教室によって手放すことになったが、その音色の良さに当局が使い続けていたために残り、終戦後に福祥寺に戻ってきた。この盆章も、 1975年の火災で消失している。旧本堂の横には閻魔堂が存在していた。かつて旧本堂を改築する際に4尺ほどの胸札が発見された。胸札には1755年11月建立の胸が記されていて、当領は深沢柏木長江門、共同校の七江門とあった。旧栗は1765年秋の大風で大破し、 1773年に松原縁吉という大工が改築したと伝わる。副章寺に残る仏像のうち、薬師如来座像、地蔵菩薩繁華像、伝門寺菩薩座像は、1978年4月1日から1981年3月31日までの世田谷区社寺調査及びその後3カ年にわたって実施された追加調査の対象となった。 その内地蔵、菩薩藩家像は、1975年に起きた福生寺の火災の後、1976年に仏具屋から寄進されたものである。その他の文化財には、1660年に建立された念仏供養塔がある。この供養塔は、多くの村人の記者によって作られたもので、総高は118センチメートルを測る。墓地入り口にはこの寺の回帰であり、 祖先でもある松原家を伝える石踏みがある。石踏みの正面及び左右の側面には松原家6人の開名と没年月日などが記されている。副章寺の隣にはかつて付属の幼稚園があった。後に幼稚園の建物は改築されてホールとなり、葬祭式場として使用されている。AB、資料に見る。 江戸時代の世田谷76から77ページによる、資料によって、海山の名は、元保、元保、元保などとも表記されている。この伊勢宮は、共同天送神社として、世田谷区共同4丁目33番地2号に、現存する。日本では1872年12月31日まで、単院対応歴を採用していたため、西暦とは、ズレが生じている。 明治4年は、グレゴリオ歴の場合、旧歴明治4年1月1日から11月20日までから1871年、旧歴明治4年11月21日から12月30日までから1872年となる。ありがとうございます。